全世界のドラゴンクエストファンの皆様、こんにちは。ドラゴンクエストシリーズゲームデザイナーの堀井裕二です。昨年ドラゴンクエストシリーズは30周年を迎えました。私もこのゲームを30年以上作ってこられるとは夢にも思いませんでした。音楽を作ってくれた杉山先生、そしてキャラクターで電話してくれた鳥山明さん、そして冒険者を迎えてくれたこのスライムにもとても感謝しています。ドラゴンクエスト11は勇者の物語です。しかもですね、今回はワイルド勇者というちょっと変わった物語で始めています。このビデオが流れる頃にはもう日本では発売されて多くの冒険者たちが生まれていると思います。そして日本の皆さんだけではなく、欧米のファンの皆様がこのドラゴンクエスト11のローカライズを心待ちにしていると思います。この場を借りてドラゴンクエスト11Because of an Elusive Age の翻訳が始まっていることを発表させていただきます。英語を含め母国語の翻訳をしていますが、テキスト量が多くとつもない作業量になっています。でも少しでも早く出すよう頑張っているので楽しみにしていてくださいね。